はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬橋の後藤です。今日はもう先ほどちょっとカウンセリングをさせていただいて、今日やりたいスタイルはちょっと写真に収めたんですけど、前髪は結構短く切られるんですよね。はい、今日はね、大切で長さ、結構やりやすいですね。で、表面のところを切ります。で、これ表面が段入ってるんで、その段の部分をカットしますね。で、2ブロックラインのところで骨格に合うところ、上から取る、上目で取っていくとウェイトが高くなります。で、下で取るとウェイトが下がりますよね。で、その、仕上がりのスタイルに合わせたウェイトの位置で決めていきたいので、ちょっと伸ばしたいんだったら上で取った方がいいんですけど、このスタイルやるには8ちょっと下ぐらいで取った方がバランスいいので、8ちょっと下をちょっと軽く溶かします。癖を殺さないというので、つむじからまっすぐ切ります。これはボックス切りの感じですね。これで段をちょっと入れていきます。で、8よりちょっと下のラインで、つむじからのまっすぐのラインで、はい、あまり癖殺さないようにして切ります。表面切りますね。で、バックもちょっと切っていきます。バックはね、結構重さ出てるスタイルなので、あんまり短くしない方がいいかなと思いますね。はい、これもちょっと2ブロックラインちょっと下ぐらいに今取ってるんで、ちょっとウェイトが下に行く感じです。で、ここからですね、繋いでいくんですけど、全部の毛束を取って、それを、ツイストしながらウェイト下を繋げていきます。で、バックも、ちょっと同様に、支点にですね、つなげていきます。ちょっとツイスト入れて、あんまり入れすぎると、カットラインがおかしいことになっちゃうので、なんとなくハーフツイストぐらいで、癖がちょっとね、生きる感じにちょっとやっていきます。で、こういう癖の場合は引っ張ると本当に収集つかなくなって逆に跳ねちゃったりもするんで、気をつけましょう、皆さん。で、今これ下が出てますけど、これは後でそういうのするんで、あまり気にしないでください。で、ちょっとこの辺から見たら、7、3ぐらい。そうですね。はい。はい。で、結構ね、これレザーで切ってんのかわかんないですけど、結構ザクザクになってて、スライドカットかレザーかちょっとわからないですけど、とにかくそぎが結構入ってるスタイルで束感が出てます。まあシンプルにペンシル資材でいきましょう。まあ結構ウェイトはこの辺、まあそれなりにそぎ入ってるかなと思うんで、ペンシルで入れていきます。ペンシルは縦スラに対してこう入れていきます。で、ペンシル資材はこういう感じのシザーなんですけど、わかりますか？刃先がちょっとこう開いてる感じで、多分世界的にもこれ使ってるこういうのってないと思うんで、フェアリーシザーオリジナルなんですけど、これでちょっと切っていきます。で、先っちょのところが、まあ、刃を丸めてたりとかでいろいろ加工してるんですけど、入りがちょっと優しいので、あまりパツッパツッって入らないんですよね。なのですごい使いやすいです。で、キューティクルと反対向きに切ってるんで、引き切りにしてます。基本的には引いて切ってますね。はい。で、スライドカットとかだとやっぱり体の向き的に右側だけ入ったりとかこうしちゃうんですよ、どうしても。なので、まあ、こういうペンシルで、入れることによって
あんまりその体の位置とか関係なしで、よりあの束感っていうのを優しく作っていけるんで、ただこれだけだと毛先が今あのブラントラインで硬いので、そこは後であの柔らかくしていきます。そうしないとちょっと馴染まないので、とりあえずそぎ先入れます。意外とさっき軽いかなと思ったら意外と重さあるんですよね。意外量が多くてね、なんか切る前さそんな量大したことないかなと思ったけど、意外とちょっとね、程よくありますね。癖が出るとなおさら、そうだね、量がちょっとさっきストレートだったからあんまり分かんなかったけど、うん、癖が出るとちょっと多く見える。そうですね、結構毛先の浮遊感が非常に多いスタイルなので、マンデーの毛先を入れていきます。まあ、入れ方はこう毛先をちょっと持ってみて、ちょっと重いなっていうところですね、重いなっていうところを、間引いて入れていきます。こういう感じです。重さが重いところを選んでいきます。はい、顔周りも結構重いんで取りますね。はい、上の毛を押さえて中の毛をペンシルのシザーでカットしていきます。でやっぱりあのちょっとシザーで出す質感ってやっぱり他の、まあ、レザーとか使うのとまたちょっと違うと思うんで、まあ、そのシザーの硬さっていうのも多少必要なのかなって僕は思うんで、で結構中の方が結構軽いスタイルなんで、中を難しい人はそうだな、まあ、このまま縦に入れてってもいいんですけど、難しい人はセニングでちょっと中の方取ったりとかしていいかなと思います。持ち方をちょっとこういう風にペンシルを変えて横に振って、中の方をちょっと削いでいきます。こういう感じ、ちょっと見えないですね、前出しましょう。これまあセニングでも、まあ、縦にそうですね、中の毛をちょっとこう動かしながらカットしてる感じです。ちょっと彼女の毛襟足硬い部分もあるんで、スイングにちょっと変えます。R2 セニングここから使っていくんですけど、 R2 セニングでやればすごい簡単なので、逆刃に持っていただいて、そのままこのままバーって逆刃の状態で、縦にですね、間引いていきます。これね、 R2 セニングの削ぎ率がちょうどいいのですごい簡単です。このまま中の方をちょっと取っていきますね。はい、このように中をちょっと取っていって、まあ、ここもですね、 R2 セニングを縦に入れて、外側に逃がすような感じで、あまり奥まで上まで入れちゃうと、短い毛がこの中間にできちゃうので、重さがなくなりすぎちゃうので、ちょっとここはこう R 状に外に逃がす感じでやっていきましょう。アウトラインのところをちょっとやってる感じですかね。少し丸さが出てきます。そしたらちょっと癖がね、こう生きてくるかなっていう感じですね。動きがちょっと出ながら丸さが出てきます。ここからまあちょっと毛先が今重いんで、 R2 セニングのちょっと使い方なんですけど、ここはレザーカットに非常に近いですね。レザーカットのようにドライの状態でレザーって入れないじゃないですか。それを R2 セニングでちょっとこう面を柔らかく丸くしていくような感じですね。こういう感じにして、よりなじませやすい感じにしていきます。そうするとこう丸さが出てきて、収まっていきますね。で、こう跳ねてたらとしたら、今こう跳ねてるんですけど、こっちに逆にねじってあげて、やってあげて、癖をこうちょっと抑えてあげたりとか
しながらやっていくと、まあ高度ですけどよりいいです。でバックの方も、でバックの方はね、あんまり上から入れちゃうとちょっと崩れちゃうんで、まあなるべく下の方でですね、ちょっと R 状に入れてあげるとあまりウェイトが上がらないのでいいかなと思います。で、まあ、今この最初の形で乾いてるんで、濡らすとまたこれかなり変わる状態ですから、馴染みます。このままやって、で結構モデルさんのトップのところが若干トップが6、4ぐらいで分けてて、上がちょっとこういう風に立ってるんで、それをちょっと作りたいんで、ここにウィービングを入れていきます。カットで、で全部入れちゃうとあれなんで、ここに、逆チップのウィービングを入れていきます。でどうやって入れるかっていうと、R2 セニングでいいんですけど、これを反対側にオーバーダイレクションさせながらウィービングを入れていきます。これ全部入れちゃうと短くなっちゃうので、ポイントの位置だけに 逆三角形を作って、ウィービングのセニングを入れていって、ちょっと高さを出していきますね。そうすると上の方がふわっとしてきます。でこっちもウィービング、カットのウィービングを入れていきます。はい、これで逆三に切って、でここもウィービング入れますね。必要なとこだけに入れましょう。全部入れちゃうと、短くなっちゃって変なので、これはなんかねちょっと変わってきましたね。でも襟足がまだねちょっとかなり重いんで、これ襟足ちょっと下げたんですね。全く襟足が動いてないので、襟足は今度どういう処理するかっていうと、ちょっとここの束感が非常に嫌なので、R2 セニングを縦に今入れてる状態です。いいでしょうか。縦に入れてます。はい、で表面のところあんまり切らないでくださいね。で上のやつをちょっと避けといて、まあ心配な方はダッカーで止めてください。ちょっとじゃあどういう風に止めるかというと、こういう風に止めます。ここで止めておきます。そしてここのラインを、R2 セニング、これもねベースカットで使えるようなハサミなので、ちょっとぼかしたい時とかは使います。こういう感じに使って中の出てきたのをちょっとカットしましょう。はい、でサイドもまあちょっと出てきてるんで、ここを余計なやつを、ちょっとぼかしながらカットしていきます。まあ、そぎ入れたりとか癖の出方で重さの位置というか、下のレングスが変わってきちゃうんで、これはしょうがないですよね。後でちょっと調節した方がいいです。だから最初は結構仮切りで大丈夫だと思いますね。あと前髪切ります。前髪は何でいこうかな。まあ何でも切れるんですけど、これ結構まっすぐみたいな感じですよね。これちょっと、R2 セニングのめちゃめちゃすごいところは前髪の切り方な、切るときにめっちゃいいんですけど、そのそぎ率が半端ないんですよ。ちょうどいいんですよね。でちょっとやってみますね。でモデルさんは眉毛ぐらいって言ってたので、ちょっと一回眉毛ぐらいでカットするんですけど、もう何ミリかですね。で通常のハサミで切ったらもうすごい変になるんですけど、これだとめっちゃ自然につながるんですよね。わかります？すごいでしょ。結構すごいっていうか自然じゃないですか。結構前髪ここちょっと長くして、やっぱあんまりパツってなりすぎない感じで、 R2 セニングのすごいところは自然なまっすぐを簡単に作れるっていうこのハサミで、ちょっと R に手をやっていただいて、ちょっとねこう手をこう開いていく感じですね。若干逃がしていった方がいいです。なので前髪どうしようかなっていう方だったりとかは、まあ、これでとりあえず対応したりもできますし、だから R2 セニングめっちゃ使えますよっていうことです。でここあった方が小顔効果出るんで、ごめんなさい。はい、だからちょっとここのラインはあった方が、あそう、小顔を作るカットを教えます。小顔を作るカットはどうするかっていうとめっちゃ簡単です。前髪今作ったんで、大体この前髪に対してこれ T2 セニングなんですけど、
普通のセニングだとちょっと取りすぎちゃうんで、 T2 セニングの 10% のやつです。でこの、どこに入れるかっていうのはこの、まあ、動画過去の動画でもあるんですけど、この前髪の延長線上の裏側だけにセニング入れてって小顔効果作るんですけど、これが問題でモデルさんの骨格に合わせるんですよね。目の位置とか口の位置とかに合わせてやっていかないと逆に重さの位置上がっちゃっておかしくなっちゃうんで、顔のちょっと下、顔じゃない、顔の真ん中辺に入れるのがまあウエイトを下げるにはいいと思います。この辺に入れてあげるといいので、この前髪のエンドラインからここまでって無理やりこうつなげると前髪おかしくなっちゃうんで、ここからこうね、レザーとかだったらこう削れるんですけど、ちょっとそれもこの重さも必要なので、ちょうど顔の真ん中辺のラインにの裏側ですね、ちょっと難しいかもしれないですけど、この裏髪の毛のこの 縦の束のこの半分だけを削ります。ちょっとやってみますね。これだけでちょっと小顔効果で、この状態からどうチップを変わっていくのかっていうのをやります。取り方はグッと歯を食いしばった時にできるこの筋肉のところを丸く取っていきます。そして前に持ってきて、自然な位置でそぎの位置が表に出てこない位置を探します。で顔の真ん中へちょっと上ぐらいかな、今日のモデルさんがやったこの裏側のところに 1,2,3,4,5 回ぐらいセニングを入れます。 10% のやつを中が取れていくんですね。まあ、本当はこことね、それうまくつないでいくんですけど、ちょっとそれ皆さん難しいと思うんで、僕だとここからちょっとずらしてこうやってやっていけるんですけど、多分それはすぐできないと思うんで、だから中でつながってる感じなんですよね。そうするとよりここがわかる、ちょっと小顔効果ちょっと違うし、ね、なんか違いません、自然にそうそうそう、フィット感がめちゃくちゃ出る。これをまあ、最初は分かんないと思うんで、ここだけ同じ場所でどんどんどんって入れててもいいと思うんですけど、できるようになったらここから徐々につなげた裏面を入れるってことですね。これはかなり使えます、裏技なんで。でちょっとまあ最初難しいんですけど、まあ今ここだったら縦にやってこのエンドラインとこの位置をつなげていくんですけど、よいしょ、ちょっとこっちも変えていきましょう。つなげていった方がやっぱりより良かったりします。怖い方は真ん中よりちょっと顔の真ん中にちょっと上あたりを入れておいてください。ここはつなげて切ないとちょっと嫌なので、自分的にはつなげて、カットはもうやっぱり自然に乾かしてみないと全くゴール見えないので、このここまで来るとなので、後でまたやるかなっていう感じですかね。で上のメッシュが必要だったらまたちょっとボリュームアップでメッシュ入れたりとか、メッシュってカットのメッシュですね、それを入れてみたりとかしてもいいかなと思いますね。一箇所多分ちょっとこのスタイルだったらもう耳の上もちょっとメッシュというかな、ここに正三角形を作りますね。ちょっとこれ分かるか分かんないですけど、はい、ちょっと必要な方は僕の過去のブログを確認してみてください。で、ここにメッシュを入れます。このメッシュの意味はボリュームですね、丸さとかボリュームをちょっと入れて、ひし形ラインを作りたいときに、ちょっと入れてより小顔効果を出していく感じです。そうですね、入れていきます。これでこの丸さが出てより良くなっていくっていう感じ。カットはとりあえずこんな感じかなと思います。はい、ではソーダカラー入っていきます。ソーダカラーの配合内容がちょっと全て言えないんですが、すいません、やります。でこちらソーダカラー入っていきます。ソーダカラーは何が違うかっていうと、通常の一般のサロンでやられてるカラー、ブリッジ使わないでやられてるカラーの、スペックよりもより上げていく方法ですね。上げていくというよりより明るくっていうか透明感をこう出していくような感じですね。